皆さんこんにちは、幸です。今日は6つのパターンを使ってよりよく深くそして自由に考えるための新シリーズ図で考える第2回目です。第1回目のドーナツ図ではどんな発想が得られたでしょうか。コメントから少し引用させていただきますね。花水木 Y さん、あるトピックスについての事実を書いてみると次々と湧くように書けるのでとても面白いです。他にあかりさん、ノートの罫線から自由になれた気がします。ミキ佐々木さん、マインドマップは広げるだけ広げてとっちらかったまんまでしたがようやく回収できる気がしてまいりました。 CHNK さん、ドーナツ図が考えを広げるのに箇条書きよりも良い理由が目から鱗ですごく刺激になりましたなどをはじめ、すべてのコメントでたった12分の短い動画からたくさんのことを受け取っていただいて大変嬉しく思いました。そして皆さんが書いたドーナツ図、どんなトピックでどんな図になったのかとても気になります。ぜひ写真に撮っておいてください。いつかそれを見せていただきシェアできるような仕組みを作りたいと思います。では今日の考える図、比較の図についてお話ししていきます。書籍では3番目にご説明していますが、形が似ているので動画ではこちらを先にご説明します。比較の図はドーナツ図をその一部が重なるように2つ書いたものです。何か2つのうち1つに絞りたいとき、あるいはどっちかに決めなくてもよく似たものの違いをはっきり理解したいときにも使えます。2つのうちの1つに絞るというのは日常よくあることですよね。例えば買い物、手軽なものだったらいいですが、1つ買ったらしばらくは買い替えないようなものはよく検討してから買いたいものです。それから外出の予定、今はコロナで外出はままなりませんが、これからどんどん収まってきてだんだん外に出られるようになったら一番先にどこに行きたいですか。私は日本なら北海道か九州、アメリカならコロラドかフロリダです。そしてもっとシリアスな比較の場面では、大学をどこにするのか、リモートで働くことを続けるとしたらどこに住むのが一番いいか、財経や投資で手元の資金を運用するとしたら何が一番いいのか、家を建てるならどのメーカーがいいのかなど、私たちはいつも何かを心の中で比べて、あれじゃなくてこれにしようと決めています。決めることを意思決定、ディシジョンメイキングと言いますよね。意思決定は何も政治家や社長さんなどが行うことではなくて、私たちは常に分刻みで意思決定をしていて、みんなが意思決定の達人です。さて、比較というのは意思決定の一つ前の段階です。比較なしに意思決定はできません。比較して意思決定をするというのは脳の自然な働きです。この自然なプロセスがあることに気がつくと、比較という考えるパターンがいかに大事なものかよくわかります。今までは何かを決めるとき、特に比較しているつもりではなくても知らず知らずのうちに比較していたことになります。なのでこれからは意識して比較してみましょう。そうするとすぐに決定できそうもないような難しい問題に直面したときも、あ、まずは比較してみようと思うようになります。その問題自体についてよくわからないときは、あ、ドーナツ図に書いてみよう、それから調べてみようと思うようになります。意思決定の前にワンクッションもツークッションもあると知っていると、どうしようどうしようと焦らずに済みます。では例として、最近私が大きな意思決定をしなくてはならなくなったことについてお話をします。それは、今このオフィスはコーワーキングプレイス、小さな会社や団体がそれぞれ部屋を借りて受付とかキッチン、ラウンジとか会議室、それを共用するというものですが、コロナのせいで買い手が激減して管理会社はこのビルから出ることを決めました。他のビルを紹介してもらったり自分で調べたりしたのですが、費用やスペースの関係でなかなか一つに決まりませんでした。10箇所候補を見つけてから5箇所見に行って最終的に2つを選びました。なのでそれを比較の図にしてみました。それがこちらです。発想の図にそっくりですよね。2つただつなげただけのように見えます。でも1つだけ
気をつけていただきたいところは、同じような項目は同じ場所に書くということです。とご説明します。このトピックに書いてあるのはその場所の名前です。片方がスペース、もう一つがノーマッドという会社でした。コーワーキングプレイスです。同じようなものは同じところに書く。例えばノーマッドはパッと見て古いと分かる建物でしたのでオールドと書きました。で、同じような場所にニューと書いてあります。スペースの方は中をリノベーションしてあってニューという感じでした。レセプションですけれども、レセプションは散らかってました。ノーマッドの方はスペースの方はとても綺麗でした。というふうに比較したいものをだいたい同じ場所に書いていきます。それでこの重なったところに共通するものを書いていきますが、共通したのは格安だったこと、それから家具付きなこと、から駅から近いこと、でも短期しか貸してくれません。今はコロナでどの企業もこれから数ヶ月先にどうなるかわからないので長い契約は取らないんですね。で、その他違いはノーマッドの方はレセプションも男性、それからマネージャーも男性、入っている方々もほぼ男性でした。スペースの方は女性がレセプション、女性のマネージャーで入っている方もまあ女性が多い、スモールビジネスの女性オーナーをまあ応援していくというような会社でした。そしてメールルーム、郵便を取りに行くところ、ちゃんとメールルームがこちらにはありましたけども、こちらはレセプションで受け取るというような簡単なシステムでしたね。ノーマンドの方はちょっと散らかってたりとかダスティーだったりとか、まあ綺麗とは言えませんでしたけれども、でもマネージャーの方がすごく親切で、こう温かい対応をしてくださって、で何か問題があったらマネージャーに直に言えるような、そういうシステムでした。比べてスペースの方はマネージャーに直接言うのではなくて、この問題はこの人、この問題はこの人というようにビジネスとしてこう区分けができている、そういう形でしたね。で、この共通するところがこれだけですごくいい条件なので、どっちにしようかなって迷ってたんですが、これに印をつけていきます。ですね、まあ、格安、家具付き、近い、これはとってもいい点ですね。もう2つとも3点ずつあります。1つ1点として、それでレセプションが綺麗っていうのは私にとってとっても大切なことです。お客様が来た時にごっちゃりしたところにお迎えしないで綺麗なところにお迎えするっていうのはとても大事です。あとメールルームがあるっていうのも、自分のメールがちゃんと管理されている感じがしてこちらがいいかなと思いました。ただスタッフとかそれからマネージャーの方々がとっても温かくて親切、これはノーマッドの方が断然いいなと思いました。それでですね、場所が古くても新しくても、ビルディングが大きくても小さくても、それは私はあんまり関係ないんですね。で、女性が多いか男性が多いかもそれもあんまり関係ないんですが、ただ一点ですね、こちら男性が多いところは化粧室がですね、女性専門がなかったんですね。つまり誰でも入れる今流行りのユニセックスだったんですね。それがちょっとやっぱり私の世代ではちょっとだけ抵抗があるので、それは女性がいるからという意味ではなくて、そのシステムよりはこっちの女性は女性の化粧室があるっていう方が好きだったので、こちらに丸をつけます。そうすると丸がついたのがこちらは3つ、こちらは1つで、合わせてみても6点と4点になって、やっぱりスペースの方が多分私には働きやすいんだろうなと思ってこちらに決めました。比較したいものがもっとたくさんあるときには比較の表を作ってください。今回のオフィス探しで最初に作った表はこちらです。希望サイズのオフィスがもともとなかったり、あっても家賃が最初から高かったり極端に狭かったりしたものはもうグレーでだんだん潰していって、先ほどの2箇所が白く残ったわけです。書くまでもなくパッと比較ができるものはわざわざ図にする必要はありませんが、ちょっと複雑であったりちょっと迷いがあったりする場合は書き出してみると自分が何で迷っていたのかが分かります。何かを決定する前に私たちは必ず比較という考えのパターンを使っています。それを意識するだけで自信と余裕を持って意思決定をすることができるようになるでしょう。この便利な比較の図どうぞ活用してください。できれば写真に撮っておいていつか見せてください。では次回は分類の図に進みます。
最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったよ、面白かったよと思われましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。本日もどうぞ良い一日をお過ごしください。